この夢はいつ覚めるのか。見よ我が無双の軍勢、今こそ開幕征服の時であるぞ。マスター、進行する。プラントがいる、我が虜。先にあれを始末するぞ。天命を図るだけ。ち、うれしい。消えろ。し、し、あ、し、し、そこだ。し、私は止められない。し、砕け散れ。し、し、し、その文明を破壊する。し、し、消えろ。し、すべてを消し去ろう。し、し、許し。し、そこだ。私は止められない。し、し、砕け散れ。し、すべてを消し去ろう。し、消えろ。し、し、許し。まだ足りない。すべてを私の足で埋め尽くす。なかなかやりおるわい。略奪の死骸があるというものだ。あ、し、その文明を破壊する。し、し、そこだ。し、し、うれしい。し、砕け散れ。し、し、消えろ。うん、あ、あ、うん、そこだ。し、私は止められない。その文明を破壊する。消えろ。し、そこだ。し、し、うれしい。砕け散れ。うん、その文明を破壊する。あ、うん、うれしい。あ、し、消えろ。し、すべてを消し去ろう。うん、あ、うん、その文明を破壊する。我が軍を奇襲だと。愚かな。そこだ。飛べ。消えろ。うれしい。し、あ、うん、し、し、その文明を破壊する。し、少しだけだが強くなる。だけち。し、そこだ。し、その文明を破壊する。あ、し、そこだ。まだ足りない。すべてを私の足で埋め尽くす。敵もなかなか侮れぬものよ。世もただ奪われるばかりではないぞ。し、し、消えろ。し、うれしい。し、軽いな。砕け散れ。し、そこだ。し、消えろ。うん、あ、し、し、砕け散れ。うん、あ、うん、その文明を破壊する。し、うれしい。
士飛べ焼け散れ軽いな苦しい飛べ騎士そこだうん軽いな決めろ騎士その文明を破壊する窓だ騎士私は止められない別れを告げるの力我が手にありいらぬ弾を取った次の戦場に急ごうプラットへ好き勝手を倒すべきは何か分かっているなマスターフッシッフッシッシッフッフッシッフ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 ッし、決めろ！ふさわしいサーヴァントになれただろうか。ふけち！そこだ！し、し、うん！し、し、その文明を破壊する。し、そこだ！し、苦しい！あっ！うん！あっ！うん！その文明を破壊する！し、決めろ！あっ！し、し、し、戦闘再開するとで、し、砕け散れ！し、し、そこだ！うん、苦しい！し、その文明を破壊する！し、決めろ！し、し、砕け散れ！殲滅する！うん、神の力我が手にその文明を破壊するし、軽いな私は止められないし、そこだ決めろあっ、うんあっ、うんあっ、飛べし、苦しい焼け散れし、苦しい！し、し、砕け散れ！軽いな！し、そこだ！まだ足りない。すべてを私の足で埋め尽くす。あの男の元へ向かう。邪魔をする者は破壊するのみ。この領域は蹂躙し尽くした。あとは敵将を撃つのみだ。油断はしない。消えろ。急ぐぞマスター。殲滅する。振り落とされるなよマスター。急ぐぞマスター。はっ、
私は戦う者、殺戮の機械だ。他のことは何もできない、必要もない。いや、敵ながら見事な剣さばき、遠慮なしに随分と壊してくれたものよ。構成プログラムといったか、魂も意志もない連中ではあるが、これでなかなか可愛いところもあってな。この征服王のため自らが砕け散ることも厭わずに突撃してみせる。一流の兵士や勇者の働きまではさすがに届かんが、にしてもお前、いくらなんでも壊しすぎだろう。もう少しこう情緒というものは持てんのか。征服王、マケドニアのイスカンダルか。うん、ようこそが征服王。他にこの二つ名を持つ者はおるまいよ。競争なるペルシャの強者どもよりイスカンダルと呼ばれし男も世の他にはおるまい。それで、そういうお前さんは何者だ。アルテラ。さて、機関なだな。これほどの力量であれば思い当たる剣士も 2,3 出てこようものだが、とんと心当たりがない。貴様、もしや正体隠しの特技でも持っているか。いや、黒い霧はまとってはいないか。まあいい、神明が何であれ世の知ったことではない。当然知っているな。世はセラフの異常を修正するために召喚された。巨神とやらを破壊するのが目的だ。見る限りお前さんは巨神というには小柄だな。大層な宝具を有してはいるが、さっきは言ったが、悪いことは言わん。世の道から引いておけ。断るといえば、そりゃ押し通るほかあるまい。回り道はしない主義だ。ならばそうしろ、征服を。やれやれ、久方ぶりの限界だ。少しは世の話に付き合おうとは思わんものか。貴様のやってるそれはな、蹂躙でもなし、さりとて制覇でもない。そんなものは、いや、どうにも込み入った事情がありそうだ。子供の感触であれば性根から叩き直そうとも思ったが、これは世の手に負えんと見た。うん、貴様のあり方をとやかく言う資格もなければ義務もない。人生相談なんぞ柄でもないしな。となれば、あとはこれしかあるまい。話してわからん相手ならば方向を交える。その後に見えてくるものもあろう。アルテラとやら、いざ尋常に勝負。その目で見るがよい。これぞ征服王が道、遥かなる蹂躙制覇なり。ハッハッハッ、勇を得るのはどちらかな。お前と話す気はない。ここで破壊する。あらゆる命、その文明を破壊する。決めろ。おはよう。
すべてを消し去ろう。えい、邪魔だ。覚悟するがいい。私は止められない。飛べ。ここからよ。砕け散る。骨があるではないか。どれ、もう少し殴り合おうか。聞いたわい。許し。ここからよ。そこだ。聞いたわい。その文明を発揮。許し。許し。たまらんの。勇者との戦いとはこうでなくてはな。消えろ。私は止められない。滅びる。いい気持ちをすぎる。一つで勝負せんか。マルスと接続する。発射まで2秒。ディアードロップホトンレイ。我が軍抜かった。いいのをもらっちまったわい。まだだ。軽いな。その文明を破壊する。消えろ。遠征でしくじったわ。我が波動をここに費えるか。お前の考えなど私は意に介さない。これが結果だ。たとえ手を抜いていようが、お前は間違いなく私に敗北した。征服王。最強の者に後を継がせろ。それが貴様の遺言だったな、大王。その言葉を使わせてもらおう。最強の者に従うがいい。それを持ち出されては愚の根も出ん。よかろう。負けは負けだ。貴様に従おうではないか。ライダーイスカンダルはこれよりひととき、アルテラなる白き英霊の軍門に下るとする。世の力存分に使ってみるがいい。無論使いこなせるものであればな。使いこなす必要はない。私の作る破壊の道をお前にも辿ってもらう。これより後の戦いこそがお前にとって最後の戦いになるだろう。星の文明は終わりを告げる。故に最後だ。ご苦労だった。
お前からの援護の一つもなかったが、マスターとしては十分役に立った。魔力供給という形でな。相応に疲労しているだろう。ゆっくりと休め。無論あちらでだが。無駄に控えさせるつもりはない。かの王が戦う時が来れば、その時に召集する。ここは未明領域だ。私と私のマスターであるお前しか居続けることはできない。なんだ、私に言いたいことがあるなら言ってみろ。なら石室へ戻れ。必要が来ればまた出陣になる。魔力の回復もお前の重要な役目だ。いいな、マスター。帰りなさい、私のマスター。無事に戻ってくれましたね。ごめんなさい、たくさん魔力を使わせてしまって。戦う時はいつも全力ですから、あなたには時にきつい思いをさせてしまうかもしれません。でもどうかご安心を。魔力すべてを吸い尽くしてしまったりはしません。外の私は少し怖かったかもしれないけれど、優しくしますから。そういうふうに気をつけますね。されましたか？あ、もしかして疲れてしまってます？それなら宝具あまり使わないようにしないといけませんね。ごめんなさい、これに入れちゃいますね。少しは回復の効果もあるはずですから。ちょこんとして可愛いですね。
念のために言っておきますね。もうあなたには必要ないかもしれませんが、すれ違いは悲しいですから。私のマスター、私の虜、あなたにはこれからも今日のように外で戦ってもらいます。もちろんもう一人の私と一緒です。決して逆らわないでください。逆らったらあなたの電脳体を破壊します。私は通常の英霊とはあり方が異なる。仮にマスターを失ってもいくらか体力を多く消費するだけで活動は可能だ。自分の命の保護を最優先にする、それが人間でしょ。その本能に従ってください。何も恥じることではないはずですよね。私を恐れようと嫌おうと、ええ、一向に構いません。ですがあなたはもう私のマスターです。それをお忘れなきよう。いい。